オリバー、世界を救うという少年。しかし、もろく儚い光だ。ええ、予言の少年とはいえ、あの程度ではとても。だが、彼ら人間の可能性は、時に思いもよらぬ力をもたらす。あの男の闇が全てを覆い尽くしたように。すなわち、逆もまたしかり。いかがなさいますか？目は、小さなうちにつまねばならん。かしこまりました。では、早速。滅びゆく世界を救わんとする者に死を。滅びゆく世界を救わんとする者に死を。母さん、助けて。オリバー、オリバー。母さん、明日って何かあったよね。そういえば、明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。じゃあ今夜は早く寝ないとね。あ、オリバー、オリバよし。
して、オリバー。母さん、オリバー、よかった。ごめん母さん。オリバー、俺こんなことになるなんて。ううん、それよりせっかくのマシンが。気にすんな、また作ればいいだろ。さあ二人とも、今日はもう帰りましょう。あ、はい。どうしたのマーク。ああ、ちょっとな、足くじいちゃって。もうしょうがないね。ん、アリー、アリー、アリー、どうしたの母さん、大丈夫。アリー、母さん、アリーは心臓に持病があるの。母さん、ドクターを呼んでくるわ。母さん、オリバー、私のオリバー。母さん、あなたなら大丈夫。みんなと仲良くね。母さん、母さん、母さん、やだ、嫌だよ母さん、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 母さん。愚かな、我が子を守るために自らを犠牲にするとは。しかしこれであの少年は分かっている。一の国での魔法は一の国でしか効かぬ。ならば少年はやがてこの二の国へと導かれるであろう。それを待てばよい。恐れ入ります陛下。さて、どのようになるのか最後まで見届けようではないか。オリバ、おいしいよアップルパイ。ここに置いとくから後でお食べ。そうだね、もう3日も回しているんだよ。オリバー、母さんは今日からお仕事に行くけど、寂しくなったらこのお人形を母さんと思ってね。母さん一生懸命作ったの。だからきっとオリバーの話を聞いてくれるわ。うん。じゃあお留守番お願いね。さん、なあにオリバー。ううん、早く帰ってきてね。分かってる、母さんとオリバーはずっと一緒よ。ずっとずっと一緒。う、母さん、帰ってきてよ。どうもこうもないがな、大妖精雫様の完全復活や。え、誰。おい、何度も言わすな、大妖精の雫様や。雫、黙って見とったらほんまメソ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 、情けなやっちゃな。
こんなお前は今日からメソや。三日は長い。長いで。なんぼなんでも三日泣き続けるっちゅうのはどうやろうな。いや男としてな。三日はないな。ないな。え？お？自分半信半疑って感じや。わかった。しゃあないな。説明したる。せやけどな。恐ろしく長い説明になるけど、ええんや。そうか、ええんやな、素直でよろしい。その素直さをいつまでも忘れんようにな。ほな、行くで。うん。実はな、自分知らんやろけどな、世界は自分のいるこの世界だけではない。世界にはパラレルワールドっちゅうてな、いくつもの平行世界があるんやな。そのうちの一つが俺らの世界、二の国ってわけやな。二の国？そう、その二の国の大妖精の俺様がやな、なんでこういうところにいるかということやけどやな、どんな世界にもやっぱり平和的な悪いやつがおるわけや。闇の魔導士ジャボーってやつや。やつは人の心を支配して二の国に争いを広めていった恐ろしいやつや。歯向かった俺も人形に変えられてこの世界に飛ばされてしもうたわけや。しかし驚いたで。自分の涙が俺にかかった途端闇の魔法が解けたやん。なんとお前が限りなく透き通った心を持つという伝説の救世主様やったとはな。人は見かけによらんちゅうけどほんまやね。つまりお前はこれから俺らの世界二の国に来て闇の魔導士を退治してもらわなあかんわけや。そんな。いや照れんでもええがな。大丈夫、自分できるって。俺がサポートするさかいな。ええが、今から大事なこと聞くぞ。救世主殿、我々の世界救っていただけますか。嫌です。なんて自分今なんちゅうた。もう一遍言うてみ。もう一遍。嫌です。だって僕にそんなの無理だよ。うわー、これやから素人が怖いわ。自分頼むで。こういう時はさっそうでな、わかりましたとか、僕でよければ喜んでとか、そういうのパターンや。わからんかな、ほんま、わからんな、この子。だって、そんな世界のこと知らないし、こっちはそれどころじゃないんだ。なんでや、おかんが死んだから。その自分のおかんの写真見せてみ。ええから、早よ持ってこいや。どれどれ。おお、これはまさか、こんな偶然があるんかいな。どうしたの。賢者アリシア様や。これはお前のおかん救えるかもしれんぞ。どういうこと。長い説明パート2聞きますか。この世界と二の国にいる人々の魂はつながっとる。つまりこの世界にいる人間は二の国にも存在する。同じ魂を持つ者は見た目も似てしまうんや。でお前のおかんと魂を共有してんのは二の国の賢者アリシア様というわけやな。母さんが賢者様。でも救えるってどういうこと。アリシア様は闇の魔導士ジャボーに戦いを挑んだ。しかしジャボーの力に敗れ邪神の玉に閉じ込められたと言われとる。もしそれが本当やったら邪神の玉に閉じ込められたせいで魂のつながりが切れたんや。邪神の玉からアリシア様を救えばお前のおかんは生き返るかもしれん。本当？確かではないけどその可能性はある。あれ？でもなんで雫さんがそのことを知ってるの？ずっと人形にされてたんでしょ？おほう、ええ質問やな。それはやな、二の国にいる妖精は俺だけやない。俺が動かれへん間俺は仲間からの情報を受け取ってたわけや。まあ一般的に言うテレパシーっちゅうやつやね。それだけやないで、俺はその妖精たちにこの世界にいながら指示を出しとったんや。ジャボーのことを探らせたりしとったんや。でや、えらいやろ。お、どないした。僕行くよ。二の国に行く。二の国に行って母さんを助ける。おお、そうか。そやな、動機は不純やけどまあええやろ。それが二の国を救うことになるんやったら何でもええわ。そうと決まったら善は急ぎや。早速行くで。それで二の国ってどうやって行くの。知りたいか。
エアロ教えたる。まずは魔法やな。誰かに見つかるとまずいよって隠しといた。この家の1階の暖炉の中探してみ。なんで暖炉の中なの？とにかく暖炉の中や。さあ行くで。こんなところに何があるの？魔法の本や。本？燃えてるよきっと。いや、心配ない。マジックマスターは暖炉の火なんかでは燃えません。何しろ魔法の本ですからね。そうなの？お、あったで。これが魔法の本？せや、正確には魔法指南書、マジックマスターや。マジックマスター。 Du erhältst den magischen Begleiter. Jetzt hör mal zu. Ich werde dir erzählen, was so alles in deinem magischen Begleiter drin steht. Wenn du in diesem Ding rumschmökern willst, drück Dreieck, um das Hauptmenü zu öffnen. Du kannst dir den dann nicht sehen. Dann musst du den bloß mit X auswählen und du kannst wild durch den magischen Begleiter blättern. Nimm dir ein bisschen Zeit und überflieg ein paar Seiten. Du siehst wie ein kluges Kerlchen aus. Das hast du sicher gleich kapiert. Fast hatte ich vergessen. Das erste, was du machen musst, wenn du den magischen Begleiter kriegst, ist Gelöbnisse leisten. Du musst schwören, dass du alles in deiner Macht Stehenden tust, um ein würdiger Zauberer zu sein. Schau nicht so, das ist nicht schwer. Du musst also einfach nur mit einem offenen und herrlichen Herzen deinen Namen in das Buch schreiben. Und du musst noch nicht mal Oliver schreiben. Du kannst auch Holzsuse schreiben oder einfach nur Suse, wenn du willst. Wichtig ist, dass du es ernst nimmst. Komm schon, kritzel deinen Namen rein. Mal sehen. Ich benutze jetzt meinen Namen nicht. Also ich nenne ihn trotzdem Oliver. Wir wollen ja richtig bleiben. Ich hoffe, ich schreibe ihn noch richtig. Oliver nennen wir ihn trotzdem. Ja. Warte mal. Okay, es gibt keine große. Oder warte. Warte. Oliver. So. Du hast das Gelöbnis der Zauberer abgelegt. Und du bist nun in die ewige Weisheit des magischen Begleiters eingeweiht. Hora, 早速二の国へ行くための魔法を使うとするか。どうしたの？魔法の杖ないんか？魔法を使うには杖がいる。これ常識やろ。そんなものこの家にはないよ。めんどくさいけど仕方ないな。外に魔法の杖探しに行くで。外にもないと思うけど。から行くぞ。メソメソ。僕はオリバー、メソじゃない。さっき決めたって言うてるやろ。お前はメソや。もう。Alles klar, lass uns einen Zauberstab besorgen. Ist hier vielleicht irgendwo einer versteckt? So wie das Zauberbuch? Ha, wäre ja gelacht, wenn ich dir so leicht machen würde, Junge. Was glaubst du denn, was ich bin? Ein Fundus für Zauberzubehör? Nee, das wird schon ein bisschen schwieriger. Aber unsere Reise in meiner Welt wird eine Jagd nach der Seelenfalle unter anderem. Sieh es also einfach als Training an, okay? Man muss sich die Suppe erst einbrocken, bevor man über den Tellerrand schauen kann. Den was? Okay, oder so.
Gut, ich habe geschwindelt. Ich hatte nämlich gar keinen Zauberstab dabei, als ich hier angekommen bin. Sieh mich doch an. Der Preis meiner Liebenswürdigkeit ist meine zarte Gestalt nicht. Ich hab's gerade eben so geschafft, das verflixte Buch zu verschleppen, Mann. Noch mehr Gepäck und ich wäre zusammengebrochen. Also sogar Feen können lügen? Na klar, wir Feen sind unverbesserliche Lügner. Denn egal, bringt ja alles nichts. Wir brauchen den Ersatz oder nicht? Einen Ersatz? Wie kann es denn so etwas wie einen Ersatz für einen Zauberstab geben? Nur, wenn du was Braunes und Längliches findest, wie einen Zweig oder so, können wir uns vielleicht durchwusten. Oh, okay. Bist du sicher, dass ein Zweig funktioniert? Denkst du, ich führe dich auf einen Holzweg oder so? Na schön. Ich helfe dir mit Suse. Auf in die weite Welt!